はい、どうもガブリエルです。この猫の名前はガブリエルです。私もガブリエルです。今日はですね、こちらの横浜家系の総本山吉村屋さんのカップラーメンを食べてみたいと思います。では早速作ってみたいと思います。はい、こちらを今から開けていきたいと思います。こちらローソンで売っておりまして、278円で買うことができます。じゃあちょっと開けてみましょう。他にはこの粉末スープと焼き海苔で、液体スープ、そしてこの火薬があります。で、まず最初にこの火薬だけを入れるみたいですね。じゃあ入れてみます。まあ、今年の年始にですね、本店の方行ってみたんですけども、めちゃくちゃ美味しかったですね。また行きたいなと思います。火薬を入れます。じゃあ次はお湯を入れますが、まあこんな風に麺はこんな麺になってますね。はい、じゃあちょっとお湯を入れてみたいと思います。はい、それでは先ほどから5分経ちました。ちゃんとご飯とニンニクを用意しました。ではこれからちょっと作っていきたいと思います。では液体スープを入れます。前にちょっと混ぜてみます。色がやはりこうリアルに再現されてますね。この豚骨醤油の吉村屋ならではの、匂いもすごい、この吉村屋さんに食べに来たんじゃないかというふうに勘違いさせられるような感じですね。横に海苔を、こういう感じですね。で、3枚入ってます。これでちょっとチャーシューも入れるようにしまして、でこちらでなんとかこの、はい、自宅で食べる吉村屋さんで食べてみたいと思います。では、いただきます。まずスープをいただこうかなと思います。うん、これはなかなかリアルに再現されてますね。で、コクがありますね。やはり色がすごい似てるなという感じですね。ちゃんとこういうほうれん草、ちょっと見にくいですかね、それからほうれん草も入ってます。うん、美味しいですね。これなかなかリアルに再現されてます。うん、美味しいですね。この海苔も、海苔がやはりね特徴的なんで、なんかこの海苔がね香ばしい感じでちゃんと再現されてます。このご飯が食べたくなりますよね。ご飯も、ちなみに山形県の雪若丸、こちら使わせていただいてます。まあ梅干し、まあ、本当はねおしんこ入ってますけど、まあ、なんか欲しいなということで、まあ、梅干しだったんで梅干し入れてみましたもんね、うん、和歌山県の梅干し美味しいですね。まあ実際はそんなのがお店ないですけどね。うん、美味しいですねこれ。この辺でちょっとね味変ということで、まあ、このまあニンニクね、これ本当は吉村さんだったらちょっと緑っぽいやつですけど、これはちょっとこのチューブのやつを使わざるを得ないんで入れてみます。はい、ニンニク投入。この香りがやっぱりいいですねこれね。あ、やっぱりこれニンニク入れた場合美味し、もうひときわ美味しくなりますねこれ。うん、食欲そそりますので、うん、
美味しいですね。でこのチャーシューこんな感じですね。これも一緒にちょっと食べてみましょう。うん、まあ、カップラーメンなんで、まあ、完璧には再現できないですけど、まあ、なかなかこのジューシーさ頑張って再現されてるなと思います。これを食べてご飯が食べたくなるということですね。ニンニクやっぱ入れた方がいいですね、これ。あのカップラーメン食べるときでも、やっぱり途中でニンニクこれ必須ですね、これね。あとちょっとほうれん草が、ちょっと小さいんでね、これできれば、あの次回からは、あのほうれん草をスーパーで買ってきて、ちょっと茹でて入れた方がなお引き立つんじゃないかなと思いますね。麺も結構再現されてまして、中太麺みたいな感じですね、これね。やっぱりスープには結構絡んでると思います。このカップラーメンの中では278円とあとだけあって、結構再現されてると思います。自宅で手軽にね楽しめるっていうのではいいんじゃないかなと思いますね。後ろに猫が暴れてますけどね。けど後ろ静かにしてね、猫ちゃん、カブちゃん。いや、完飲しました。では本当に感想としましては、やっぱこの278円でこのクオリティっていうのは素晴らしいと思いました。やはりこれを食べることによって、やはり本物の吉村屋さん食べに行きたいなと思いました。はい、ラブちゃん、はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。おー。